皆さん、こんにちは。新潟市人事委員会事務局です。これから新潟市役所の仕事について概要を説明したいと思います。よろしくお願いいたします。まず、この動画でお話しさせていただく内容です。新潟市の目指す姿からワークライフバランスまで5つのテーマでお話しいたします。まず、新潟市の目指す姿についてです。 新潟市のプロフィールを簡単にご紹介します。新潟市は2007年4月1日に本州日本海側初の政令指定都市となりました。政令市として図のように8つの区に分かれています。面積は県内で8位ですが、なんと水田高地面積は全国の市町村で1位なんです。まさに米どころですね。続いて人口は約78万人で県内では1位になります。約78万人というと、新潟県の人口の約36%に当たります。 また、新潟市は、高速道路や上越新幹線などの陸上交通網と、海外とつながる空港、港を持ち、高い都市機能を備えています。一方で、広大なイチゴ平野は、皆さんご存知お米のほか、野菜や果物など、農作物の一大産地となっています。さらに、日本海のほか、品濃川、阿賀野川の2つの大河や、里山など豊かな自然にも恵まれています。このように新潟市は、都市と田園、 自然や食文化など多くの強みを持った都市だと言えます。そんな多くの強みを持った新潟市ですが、新潟市の抱える課題についても見ていきたいと思います。それが人口減少です。右下の吹き出しに、これまでの傾向が続くと25年間で約2割減少することが見込まれるとありますね。新潟市は全国同様、人口減少、少子高齢化が大きな課題となっており、 将来、働き手の減少や地域経済の縮小など様々な課題が生じることが予想されています。そこでこの現象を図の緑の曲線のように押し上げる、現象のペースを和らげるということを目指しています。また、将来想定される変化を見据えてデジタル化を推進するなど、人口減少社会に適応した街づくりを進めていくことが求められています。 その中で、新潟市がどんな街を目指していくのかというのを表しているのが、令和5年度よりスタートしました新潟市総合計画2030です。総合計画とは自治体が行っている様々な施策の基本となるもので、あらゆる事務事業はこの計画をもとに行われています。計画の中で目指す都市像のほか、街づくりの理念、それらを実現するための重点戦略などがまとめられています。新潟市が目指す都市像は、 田園の恵みを感じながら、心豊かに暮らせる日本海拠点都市ですえ。総合計画については、その概要を説明した動画も公開されています。新潟市の目指す姿が気になる方は、ぜひホームページや動画をご覧ください。はい、続いて具体的な例を交えて、新潟市役所の仕事をご紹介します。先ほど、新潟市の目指す姿である総合計画をご紹介しました。 では、それを実現するために行う新潟市役所の仕事とは何でしょうか新潟市を取り巻く状況は、冒頭ご紹介した人口減少のほか、頻発する自然災害やデジタル化などを目まぐるしく変化しています。その中でも、豊かな経済、環境、社会を築き、そしてそれを将来世代に引き継ぐということが必要です。そのために様々な角度から新潟市を支えていくこと、これが私たち市役所に合う仕事であり、 職員の使命と言えます私たち職員は非常に多くの分野で仕事をしています。一例を挙げてみたのですが、このように都市部の再開発や農業、町づくり、スポーツ振興、子育て支援などとても幅広いことが分かると思います。先ほど様々な角度から新潟市を支えていくということが市役所の仕事とお話ししましたが、予想以上にいろいろな面から支えているということがイメージできるのではないでしょうか。 これは新潟市役所の組織についてです。一番上が本庁、左下が区役所、右下がその他と3つに分けています。本庁では危機管理、文化スポーツ、観光、国際交流、農林水産など幅広い分野の業務を行っています。区役所では各区に1つずつ計8つの区役所があります。右側のその他を見ていただくと、消防局や水道局、市民病院のほか私が所属している人人会事務局などがあります。 このように分野ごとにたくさんの部署が置かれています。様々な角度から新潟市を支えているということが組織からも見えてくると思います。では実際に新潟市役所で働く職員について数値でご紹介します。このスライドは令和5年度の数値ですが、職員数は1万891人。これは教職員などを含めた正規職員の数です。 この他にパートタイムの職員などもいますので、実際に働いている人数としてはもう少し多くなります。この他、過去3年間の新規採用職員の1年以内の離職率は0から1%と非常に少ない点もご注目ください。ここで実際に働いている先輩職員に聞いた働こうと思った動機や市の魅力をご紹介します。まず、新潟市役所で働く動機として、地元である新潟市に貢献したかった。 様々な経験が積めそうという声や、転勤の心配がなく、福利構成が整っているからという声がありました。続いて、先輩職員が働いてみて改めて感じる新潟市の魅力です。区区ごとにいろいろな特徴がある。ほどよく田舎、ほどよく都会であるという市としての魅力や、業務の魅力としては、仕事の幅が広く予想以上にいろいろな経験ができる。 全国の政霊市とつながることができ、互いにいいところを共有できるといった意見もありました。続いては、先輩職員が考える新潟市の課題です。実際に働く職員が感じる点としても、やはり人口減少が課題という声がありました。関連して20代、特に就職する年齢層の方が首都圏に転出してしまうこと、またデジタル化の推進が課題という声もありました。そんな課題に対し、 雇用促進に取り組む部署の職員からは、市内にも様々な働き方をし、輝いている方がいることを知ってもらいたいという声がありました。また、デジタル化の推進に伴い、自分も IT の勉強を始めたという職員もいます。様々な課題はありますが、その中で自分ができることから、前向きに仕事に取り組む職員の姿があるということを知っていただければと思います。 次に、政令指定都市、新潟市で働くということで、新潟市の仕事について、政令指定都市ならではの特徴を国や県と比較しつつご紹介します。まず、国家公務員と地方公務員を比較します。一つ目は、携わる分野です。国家公務員は基本的に採用された省庁の所管する分野の業務に従事することになります。 一方で、地方公務員は採用された地方公共団体の中の様々な職場に配属され、幅広い分野の業務に従事します。二つ目は扱う施策です。国家公務員は日本全体を視野に入れた施策。地方公務員は地域の実情に応じた施策を行います。三つ目は業務の対象です。国家公務員は広く国民全体を対象としているのに対し、地方公務員は地域の住民を対象としています。 次に、地方公共団体のうち、県と市の違いについてです。一つ目に、事務の範囲ですが、県が県内全域の事務を行うのに対し、市は市域の事務に限られます。二つ目に、担う役割ですが、県には市町村との連絡調整や、国と市町村との間に立って調整するという役割がありますが、市には基本的にそれがありません。つまり、県では市町村の枠に収まらない大きい仕事ができるのに対し、 市ではより住民の生活に密着した仕事を行っています。身近な地域で住民と接する公務員ということであれば、市役所職員が最もイメージとしては近いように思われます。そして、新潟市は政令指定都市でもあります。市の中でも政令指定都市の市役所になりますと、一部の事務について県しかできなかったことが市でもできるようになり、国とも直接話す機会が出てきます。 これによって様々な分野で県と同じレベルの仕事ができ、国と直接やり取りができるので、施策はよりスピーディーに実施できます。つまり、住民との距離の近さはそのままで、他の市町村より規模の大きな仕事もできる。それが政令指定都市で働く良さであると捉えていただきたいと思います。なお、各政令市はそれぞれ区を設置していますが、区役所で行える事務は市によって異なります。 新潟市では、区役所は窓口での証明書の交付などだけではなく、区独自の政策立案まで行うことができるように、組織と権限を整えています。対して、本庁では、市全体に関する戦略的な政策立案や専門性の高い業務に特化しています。それでは、本庁と区役所の仕事をそれぞれ見てみます。まず、本庁の仕事ですえ。全市に関わる政策立案は本庁でとありますが、 重要施策の企画、調整といった業務は、区役所単位ではなく、市全体のことを考える必要があるため、市役所の本庁で行っています。これはほんの一例ですが、新潟2キロという新潟の都心エリアを盛り上げることで、その勢いを新潟市全体に広げようという取り組みは、10月に開催される新潟シティマラソンについての業務、または信濃川沿いの安らぎ亭で開かれる、 水ベリング、信濃川、安らぎ邸に関わる業務といったものも主に本庁で行っています。次に区役所についてです。住民票の発行や、転居した時の住民移動届の受付、婚姻届の受付など、市役所の仕事としてよく思い浮かぶ窓口業務は主に区役所で行っています。これは区役所での業務の一例です。先ほど触れた窓口業務のほか、 新潟市では区役所も政策立案機能を持っており、このスライド右側でご紹介しているような区の地域性に応じた事業も独自に行っています。このように本庁では全市に関わる政策や事業、区役所では区の特色を生かした事業や市民と直接接する最前線での仕事を担っています。また新潟市の職員は本庁と区役所のどちらにも配属される可能性があります。つまり、 新潟市役所は政令指定都市の権限を生かしたダイナミックな仕事と基礎自治体ならではの市民の暮らしを直接支える仕事この両方を経験できる職場であるといえますここからは新潟市が求める人材合わせて人材育成についてお話しします新潟市役所の人材育成の基本理念は市民と行政を結ぶ市民から信頼される新潟市職員であることです そのために求められる人材像は、コンプライアンス、フロンティア精神、パートナーシップの3つを備えている人です。さらに、コンプライアンスについては、高い倫理観と責任感を維持し、向上させる人材を。フロンティア精神については、前例にとらわれず挑戦する人材を。パートナーシップについては、多様な主体との連携、共同に取り組む人材をそれぞれ求める人材像として示しています。 次に入庁後の人材育成についてです。1年目は入庁後すぐの4月から冬にかけて、新規採用職員研修を受けていただきます。この研修は、新潟市職員としての心構えや態度はもちろん、電話対応やマナーといった社会人に必要な基本的知識を身につけることを目的に実施しています。そして今ご説明したような研修以外に、職場でも新規採用職員を支える仕組みがあります。 その一つ、新規採用職員育成担当者制度では、新規採用職員が早く職場に慣れ、理解を深められるよう、全輩職員が育成担当者となって、マンツーマンで業務のノウハウや心構えなどを指導しています。2年目以降についても、必要な能力を向上させるための階層別研修を行っています。また、希望する職員向けに公募式研修を実施したり、自己開発支援として資格取得の費用補助なども行っています。 今まで研修などのご説明をしましたが、人材育成という観点で行っているのは研修だけではありません。職場への配置についても職員のキャリア形成を意識しています。私たち公務員は部署移動というものが付きものです。職種によって年数や移動先に違いはありますが、一つの部署にずっと勤め続けるということはほぼありません。採用から10年程度は育成期としており、様々な経験をして平う視野を育てるため、 不役所を含めた3カ所の職場を経験することを原則としています。その後は成熟期として、それまでのキャリアを生かし、およそ3年から5年程度のサイクルでの移動となります。なお、このスライドは一般行政の例なので、技術職や免許資格職はこのサイクルとは異なる場合があります。ご注意ください。ここで気になる部署移動について、 正直どうなのということで先輩職員の声を聞いてみました。意見として市役所にいながら転職のような経験ができて面白い。自分の能力の引き出しが増えてスキルアップできた。新たな適性が発見できたという声がありました。また年齢に関わらずみんなが初心者、教え合う雰囲気ができているという声もあります。無償移動は新たな業務を覚えることになり職員にとっては確かに大変ですが、 自分が成長できる貴重な機会となりますし、それを支える環境もありますので、安心していただければ嬉しいです。最後に、ワークライフバランスについて少しご紹介します。まず、年次有給休,休暇についてです。新潟市役所では1年度で最大有給が20日間付与されます。そして、使用しなかった日数は翌年度に繰り越しされます。なので、 採用2年目以降だと最大40日間の有給が取得できることになります。有給休暇は1時間単位から取得できますので、自分の都合に合わせて早く帰ったり、昼休みを延長したりという使い方もできます。また、子育て支援制度の一つとして、3歳に満たない子を養育する場合に取得できる育児休業があります。女性の取得率は以前から100%ですが、男性の取得率も年々上昇しており、 令和4年度で58.7%と半数を超え、政令市の中では3位となりました。この他にも、部分休業や育児短時間勤務などがあります。職員の誰もが安心して子育てをし、仕事と生活の両立ができるよう環境づくりに努めています。ここまで市の業務や人材育成についてお話しいたしました。 今後の新潟市の試験情報や実施状況について知りたい方は、ぜひ新潟市のホームページ、新潟市職員採用試験総合案内をご確認ください。また、ホームページには新潟市職員お仕事ガイドという、新潟市職員の魅力が詰まった情報サイトも掲載しています。職種ごとの職員紹介やインタビュー、よくある質問などを載せておりますので、こちらもぜひご覧ください。 当事務局では X のアカウントも開設しています。ホームページの更新情報などを投稿しておりますので、ぜひフォローしていただければと思います。これらホームページなどの URL は動画の説明欄に記載しています。それではここで説明を終了いたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。